はい、皆さんこんにちは、アチでございます。まあね、もうタイトルに出てると思うんですけども、実は裏で信長の野望申請をですね、ノブリンでやってました。めちゃんこ強いです、やっぱノブリンね。シナリオは信長包囲門だっけ、ぐらいだったと思うんですけど、もうめちゃくちゃ見てこれ、もう上杉同盟も住んでたんですけど、ちょっとね、もう武田さんを追い詰めたんで、もういいかなと思ってね、上杉さんは、ここ、秀吉さんがね、面倒見てるんですよ。ここね、木下秀吉軍団。秀吉さんが面倒見てまして、ちょっと、武田さんを追い詰めてほしかったんですけど、思ってる上杉さんが武田さんを追い詰めちゃって、でも、ね、秀吉さんに、いや、もうほんだら、次は、上杉さんちょっと追い詰めてよっていうことでお願いしてます。全然動いてくれなかったんですけどね、大して動いてくれなかったです。でそれに比べてね、彼織田信勝じゃないよね、信勝、いや分かんない、この人はじめは長島城かなぐらいしか持ってない、この辺しか持ってなかった。あ、長島じゃないか、長島あれか、はじめ本願寺が持ってたと思うんで、あ違うか、ごめんなさいもういらぬこと言ったらダメだわ。この辺、あ、大川地上かなぐらいしか持ってなかったんですけど、見る見るうちに、この黄色のところ、どんどん攻めていっちゃって、もううちの稼ぎ頭ですよ。で、まあ、イベントでね、浮竹が、参加について、あとこれもイベントで、天子家が、復活して、私の参加になってます。属国ね。で、今、毛利を。攻めて、もうガンガンもうここぐらいまで来てたんですけど、もう攻めて攻めてと。でもうね、うちの軍団長はもうね、長宗我部さんをもうガンガン攻めてて、おっしゃーっていうとこだったんですよね。見て、お金も15万8000で、だってこれ見たら分かると思うんですよ。もうほら、全然話にならないでしょ。まあまあ、こっち今、兵力24万まで減ってますけど、まあ大きな戦争をしましたからね。減ったんですけど、もう、はぁーいうとこですよ。ねえ、そりゃもうね、さっさ成政さんも言いますよ。破壊しましょうって。いや、しませんけどね、もう力こぶないんで。じゃあ送っていきましょう。敵将が首は我が物よ。ねえ、これ、首切っちゃうんですよね。ただね、このね、何度やっても、何度ロードしても、し直しても、この、首、内首にしちゃうんで、これ、やっぱり、内陣にしちゃう人も、あらかじめ、ある程度前から分かってんだね。ね、これで、二人。いつもこの徳井さんと六角さんが内陣にするんで、で、まあ、まだ送っていきましょうね。なんかね、秀吉さんも大喜びですよ。で、風文出たね。これ何の風文？島津家で、ああ、一応やっときます？この耳側の戦い。そうだ、これ、私、今まで、イベントこなすことなかったからね、この耳側の戦いの。いつもこれを期待したのに、起きずに。なんとか九州自力でっていう感じでやってたんですけど。はい。一応これもいきますね。大友と島津、九州を代表する戦国大名両家はこれまで北南それぞれに藩図を広げていた。九州短大を称し、大内毛利を駆逐して九州を北藩を手にした大友家。対して伊東京へ払い、南藩の、薩摩日三州、薩摩大隅で何を従えた島津。共に鎌倉幕府の御家人以来の由緒を持つ好対照な両家はこれまで正面からの激突を無意識のうちに避けていたとも言える。だが島津によって滅ぼされた伊藤家が大友宗麟に救援を求めたことから、両友はついに日向の地で相見えるに至ったと思うところあり。はい、粗暴な島津の連中に主のありがたき教えを伝えればならぬ。この戦に勝ち、南九州にも宣教師を派遣せねばなと。この人かなり真摯な切り来たんだったんだね。殿、まずは目前の戦に集中すべき時かと存じまする。と。どうせさんね、もうほんと怖いわ、見た目が。
はい、耳側を越えた大友勢は高城で島津軍の先鋒と小競り合いとなる。翌朝、大友軍は小丸川を渡り島津勢へ総攻撃を仕掛けた。だがそれこそ島津の思うつぼであったと。いざ我が軍をこの戦場に示さん。はい、皆かかれと。敵は罠に落ちた。二度と島津に逆らえぬよう叩き潰すのだと。まさか何伏兵かと。皆落ち着け、神のご加護を信じるのだと。ほんと真摯なキリシタンなんだねこの人ね。でもなんか遊びすぎみたいなすごいイベントあったよね。で道雪さんに怒られるというかいい加減にしなさいって言われるんでしたっけね。瞬時にして大友勢は壊滅、我先にと撤退する兵士らは混乱を期し、耳側で溺れる者も少なくなかった。勝ちは目前ぞ。追い首は気が進まんが、大友のやつらなら話は別だ、おせと。攻め潰すのだ。はい、断りに背き、理に背きしかな、祭りごとを行い、なんだいこれ。あ、これあれで出てくるね、よくチャキでチャキで出てくる字だと思うんですけど、道に背く者たちにふさわしき罰をと。あ、もう4兄弟だね。行くぞ。はい、行くぞ。友の手勢を殲滅し、総理をこの手で撃つと。予想外とも言える一方的な展開に圧勝した島津の名は大いに高まり、乾杯した大友家は衰退、彗星に傾くこととなると。いやー、どれだけこのイベントが今まで欲しかったか。私だから見たことないんですよ、あのイベント島津すごいことになってるもんね。だから今までこの本当いつもね、大友さんがもう大変大変って島津でやってて言ってて、耳側の戦いのイベントってないのとか思ってたらちゃんとあるんですね。あとこの竜造事件のイベントもありました。もうこれ竜造事件のイベント終わってんじゃないかな。うん、竜造寺さんがね、突っ込みすぎてやられちゃうっていう。で、鍋島さんが、もう、そんなやつの首いりませんって言って断るっていうね、そういうイベントがありました。うん。ねえ。いやー、もう本当私ね、信長をやってからね、島津びいきにめちゃくちゃなっちゃってんでね、もう、つい最近も島津のね、解説動画をね、じっくり見てましたよ。本当に関ヶ原の後の、義弘さんのね、逃げ帰ってくる。まあまあ、なぜ西に着いたのっていう話になるんですけど、なぜ義弘さん、あんたは西に着いたのっていうなるんですけどもね。まあ、なかなかね、なかなか読み応え、聞き応えのある話でした。うん、まあ、それは置いときまして、さあ、本題いきましょう。城を攻めよう。ね、ほんで、毛利がこっちに動くんですね。あ、やり合ってんのね。あ、でね、これ私の人事のキャラクターです。人事部長です、うちの。いやいや、まあ、小田さんだったらちょっとこの人事っていうキャラクターね、私が人事部長で作ってるキャラクターはいらないんですけど、本当ね、しょぼい大名でやってたら、まあだから序盤の島津、ね、序盤の島津なんか、本当この人事の人がいたら、遠方から人どんどん取れるんですよね。もうだからだいぶ、やっぱこういうね、人事に長けた人がいると違いますね。ただ、織田勢では全くいりませんでしたけどね。はい、まあ、この人じゃあ取りましょうかと。使えるとするか。はい。で、こんな感じでいきましょう。城は我らのものぞ。ねえ、この人がね、川の井城を落としましたぞと。いや、ほんとイケイケだもんね、あの人。この人。ねえ、めちゃくちゃイケイケです。はい、そうですかと。いや、結構ですよと。解放しましょう。放つだと。はい、いいですよ、いいですよと。考えておる。で、まあね、もう後のせ、本当はね、ここでね、いろいろしないといけないんですけども、もうしません、もうね。あ、待てよ。あ、私ミスったかな。ミスったかもわかんない。あー、ミスったかな。はい、これはいいものを手に入れましたな。みんなに見せたいものですなと。あ、ミスってたらどうしよう。でね、このままいったらね、この人ね、やられちゃうんですよ。はい。はい。使えてみるも良いか。
帝さんね、あれどうだったっけ、ちょっと不安になってきちゃった。まあもうほっときましょう。うん、なんかガンガンいっちゃってんね。あらららららら、ガンガンいっちゃってんね。いや、お病を得てしまっているだけであると。あ、行ったらいいんだけどね、別にね。はい、新しい交渉が見つかったらしいと。うん、いやもう送りますよ。はい、元服を迎えました。あら、ちょっと待ってね、長政さんでしょ、佐久間勝之さん、横山千奈、長近さん、あれまだ今やっと1582年、あ、しまったね。あ、宇治牧伝さんね、しまったね。寸前で抑えてると思ったけど、寸前で抑えてなかった。まあもうほっときましょう。うん、はい、3名がね行っちゃいました。これね、2月でしょ、何月だろう、3月かな。うわすごい、相変わらずイケイケですね、ほんとね、めちゃんこイケイケです。もうほんとに惚れ惚れするぐらいイケイケです。あ、武田家は徳川家に滅亡していますね。あら、歴史変わっちゃったかな。戦が始まる、備えよ。5月だっけ6月だっけ、なんかだったと思うんですけど、なんかすごいことになってんね。まあ実際私はね、こっから攻めに行ってたんですけど、あの毛利をね、毛利を攻めようとして、あ、従属九州か、そっか、従属九州やっておきましょうか。で、まあじゃあ援国投与も入れておきましょうか。やってみせましょう。あー、まあ攻撃力減とか、あー、もうこういうのね気になっちゃうんでね。早々に仕上げねばな。はい、で、市場？受けたまわりましたぞ。はい、じゃあ送っていきましょう。やろうども、戦の始まりだ。城攻めを始めます。あ、来たわ。来た来た。天下富武の実現を眼前に見据えた戦国の覇者織田信長、その行く手には一辺の隙も見えなかった。天正10年、毛利攻略への援軍を命じられた明智光秀は亀山城を立ち、1万の兵を率いて進軍する。丹波寺から街道を登る途中、光秀は運命の岐路に差し掛かった。かたや羽柴秀吉が援軍を待つ西国、もう一方は主君信長が寄宿する京の町。時は今、雨がしたしる薩摩かな、夜明けが迫りつつある。軍をとどめ逡巡する主君を怪しむ家臣らが声をかけんとした刹那、光秀は決断した。敵は本能寺にあり。不都合の都は突如として喧騒に覆われる。銃声に目覚めた信長に小姓より謀反の旨が伝えられた。旗印は帰郷、是非に及ばず。信長は自ら武具を取り応戦するが、わずかな手勢で光秀の緻密な包囲を破れるとは思えない。己の運命を悟った覇王、せめて我が骸だけは明智勢に得させまいと雑兵を突き伏せつつ書院へと退く。一息整えた信長は
おもむろに食材を倒した。人間50年下天の内を比べれば夢幻のごとくなり、風雲寺はここに去り、一つの時代が終焉を迎えた。本能寺の伽藍から立ち上る炎を見つめながら、光秀はあの決断が正しかったのかまだ悩んでいた。信長の遺骸はついに発見できなかった。耳にこびりついて消えぬ坊主の高笑い、己の胸中を見透かしたようなその声は、光秀の葛藤をさらに増幅し続けるのだった。はい、乱世再びということで、本能寺を焼き尽くした炎は信長の野望とともにようやく訪れかけた天下聖読めない、もう思う無へと帰したと。だが信長を倒した光秀がすんなりと天下人の座を射止められるはずもないと、主君の仇を呆然とする、家臣らもあったと。次の天下人は誰か。織田の家督を継承すべき信忠もまた今日の炎の中で命を落としたことを考えれば、これからの織田家に波乱は必至と言えると、かろうじて信忠に次ぐ継承権を主張しうる次男、これが信勝でいいのかな、の器量では織田家を継いでも天下人の座を継ぐことは難しいだろうと。それでは誰が継ぐのか、多子再々でいいのかな、織田家の小生の中で果たして信長の居場地を継げる逸材はと。明智光秀、織田家中の出世頭とも言われ、熱い主君の信頼の下に、信頼のもとにかな、機内を任されつつも、ついにその主を打った計略と策謀の人。一方で己の偽装に抜け目がない、裏切りや密会を好むとの評もあり、また狼が眠るがごとき僧帽と、その危険性を指摘されたこともある、こんなの初めて聞いたけどね、乱世が生み出した旧友でもあったと。あの決断間違っていたとは思いたくないと。だが信長様の派遣は誰かが継がねばならぬ、いや誰かではない私だと。主君を追った私がこの血塗られた手で野望を継がねばならないのだと。今この時より全てを始めん、これから信長様に代わりこの光秀が天下を照らす、今この時より全てを始めて、信長様ってまだ言うのと思うんですけどね。主君を討っただけでは終わらない、光秀の次なる挑戦が今始まろうとしていた。それにしてもね、よくよく考えたら本能寺の変ってそのみちゃんすごい統率取れてたんだね。普通はやっぱりね、ノブリンって上票まで行っちゃうと分かんないのかな、と思うんだけどね。あ、だから私ちょっとね思ってんの、ロシア革命みたいなのがまた大きいんじゃないのってねなんかすごく暴れっぷり良さそうでしょ、あそこの国の人々ってそんな気がしちゃってね。まあ置いときましょう。次は柴田のかっちゃんね。早くから信長に従って数々の武功を挙げ、かかれ柴田、鬼柴田とあだ名されると。織田家中のみならず他の勢力にまでもその有名は鳴り響いていった。一方で築城の際もあり、一向一揆が長領する越前を平定して北の少女を築くなど、彼を信頼した信長の期待に応えていったと。殿が信長様が討たれただと、バカな己光秀め、断じて許せぬと。だがまず考えるべきは織田家の今後へと。わしが織田家を支えねばならぬ、だがわしは戦しか知らぬ不器用な男、いやそれでもできることはあると。亡き殿の志を継げるのはわしだけだ。天下なんだい、聖なんとかへの道を閉ざってさせてはならんと。いざ行かん、あるいは襲来の道となるかもしれん、だが皆どうかついてきてくれ。この勝家が戦は必死の戦よ、皆かかれと。
歴戦で鍛え上げられた愚直なる優勝は時代に押し出されるかのように今天界とその身を騒げんとしていたと。はい、次木下秀吉さんね。軽敗、軽敗、から腕一本でのし上がった人たらしと。彼もまた戦国の世でなければ輝かなかった人材かもしれない。木綿不当吉とあだ名され、誰に頼み事をされても嫌な顔一つせず完璧にこなす、抜群に器用で愛想の良い男であると。彼もまた信長からの信頼を背に着々と重臣の座を射止め、今や強大な毛利家を独力で圧倒するまでに成長していったと。まさかのまさかじゃ、まさか信長様が、光秀め、そんな大それたことをしでかす男だったとはのうと。殿が亡くなられたのは悲しいが、逆に考えてみればこれは好機かもしれん。まあ誰にもそんなことは言えぬがなと。これなんかありましたね、この時に黒田官兵衛さんがね、秀吉さんにね、これチャンスかもしんないよっていうみたいなことを言うような逸話がありましたね。もうね、で秀吉さんがちょっとビビるんですよね、黒田官兵衛さんをね。こうもうサイコパスなのみたいな感じで、なんかそんなイベントがあったと思うんですけど、はい。亡き殿には申し訳ないが、わしの一生は今この時のためにあったんじゃ。さあ忙しくなるぞと。わしの名を天下に響かせる。はい、今日にとって返す光秀を信長様の仇を討ちと、後継者たる男と天下に認めさせると、信長から最も重宝されたこの起用に身にもまた主君の意志を、告げるのは自分しかないと誘約していたと。それぞれがそれぞれの思いに従い次の時代を、担おうとしている。次の天下人は誰か、信長の野望を継ぐのは誰なのか、その人物の名はと。織田信長が死去し織田家が分裂しました。今後プレイする勢力を選んでください。これ本当ね、これイベントだから選ぶんだよ。織田に行くのか、まあ、織田ね、私頑張ったからこんだけ武将も200人もいて、で木下家はねこんだけしかなくて、で明智家がいるんですよね。って思って、でうちの人事部長ね二条五所に置いてたんでね、明智さんに取られちゃってるの、うちの人事部長で。これ柴田と勝っちゃうんでしょ。で私ね思わずこれがやっぱもったいないやと思ってね、あの信勝ちゃん選んじゃったの。いやもうね全然武将の粒が揃ってないんですよ。だからここの時はやっぱね秀吉さんを選ぶべきなんですよね。この後またイベントがどんどん出てくるんで、秀吉さんもうだから明智のみっちゃんほっといてもね吸収されちゃうんで、まあ一応選んでみましょうか。この秀吉の生き様を、はい、わしの名を天下に響かせる。いや私ね初めで、あの秀吉さんに継がした後にね、やっぱり信勝ちゃんの200人部下がいるっていうのに、ね、負けちゃってね、やり直しちゃったんですよ。で、やり直したんですけど、その後、秀吉さんがね、めちゃくちゃ台頭しちゃってね、もう私、やる気起きない。やる気起きなくなってます。せっかく頑張ったのにね、まさか起きるとは思いませんでした、この本能寺の変が。私もだからもう、やる気満々でね、解く気満々で、イケイケで言ってましたから。ねえ、はい。本能寺の織田信長が追った明智光秀は機内の武将たちに参陣するように声をかけた。細川藤孝は以前光秀と同じく将軍家に仕え苦難の時代を共にした仲であり、文化人としても親交が深かった。藤孝は当然光秀に就く、機内の諸将はそう考えていた。しかし、藤孝はやはりこのかと。は、居城より動かぬ様子にございます。藤田か、いや雄斎と名を変えたか、信長様の死を、慎んで、なんだいこれ、まあ、剃ったんだね頭ね。これなんて思うんだろう。ごめんなさい、彼らしい芝居を打つものだと。藤田かは我が文を読んだかと。いえそこまでは。説を与えるとは書いたが、領地で心を動かすような男ではあるまいと。最後の最後まで最も大きな利を見極め選び取る、それが細川の作法、さすが雄斎といったところかと。細川藤孝は光秀からの再三の要請を断り出家、細川雄斎と名乗ることになった。
家督は息子の忠興が継ぎ、細川家はどの勢力にも積極的に加担せず、成り行きを静観する立場を取り続けたと。でまだ続くんですよ、ね、やっと終わりました本能寺の変。あ、ここまでが本能寺の変なのか。織田信長に代わり織田信勝が当主を継承、以下の武将が死亡、信長、信忠、そうか乱丸さんも行っちゃうんだ、村井さんも行っちゃうのね、毛利信介、そんな人いたんだね、織田信澄、信澄かな、はい。まあ逆に言うとあんだけで済んだんだね。乱世再び、徳川家と織田家の同盟、婚姻同盟、従属関係が解消。これ痛いんですよ、何気に。浮田家と織田家の同盟、婚姻同盟、従属関係が解消、これも痛い。以下の勢力が誕生、明智家、木下家、柴田家、浮田家が木下家に従属。もともとね、浮田さん、秀吉さんに行ってね、のぼり大激怒だったんでね、三好家が木下家に従属と。あれ、三好家まだいたの？と、まあそんな感じで。で、細川藤高からは細川雄斎に改名と。で、これで一通り、ここまででは本能寺の変で終わるんですね。で、この後イベントでね、この、明智さんやられちゃいます。もうだから明智さん、これ明智を選んだらすぐゲームオーバーになるんじゃないのかな。もうイベントで取られちゃいます、この後。もう多分必須で起きると思うんで。でね、この条件、もう私ね、結構ちゃんとノブリンの歴史を歩んじゃったんだね。あの岐阜城から今度この安土城を作るって言って、で、しばらく数年かかったと思うんですけど、安土城ができたんですよ。ほんで、ノブリンも強制で安土城に置かれて、で、その後私、もうね、ただここの、さっきのノブに包むって書いてた人いたでしょ？あの人ね、私がやってた方では、討ち死にしちゃうんですよ。で、軍団長いなくなるというのがあったんですけど、今回なかったですね。で、もうですから、もうやっぱり条件が整いすぎちゃったんだね。もうやる気が起きません。せっかく織田の信長包囲網のシナリオ解いてってクリアマークつけれると思ってたんですけど、もうまさかね、こんなことになるとは思ってませんでした。だからこれ勢力図もね、まあ織田家24万、ほぼ半分ですよ。半分まで落ちちゃいました。維新も下がりましたからね。680ぐらいあったのかな。600超えてましたよね。いや、だからね、もう、いきなり周り敵だらけになったのと、まあ、外交はね、そうでもないんですけど、柴田家敵地になってんだね。あ、そうか、私、秀吉さん選んだからか。だからみんな、信勝ちゃんでやるとね、まあこの辺は問題ないんですけど、もう上杉家はもう怒り浸透でしたよ。そりゃ攻め込んでたからね。長宗我部は、秀吉さんでいうと長宗我部は敵心なんだね。毛利とは友好になるのか。あ、そうかそうか、一応和睦というかしたんだよね。だからこれね、信勝ちゃんめちゃくちゃ持ってたんですけど、信勝ちゃんに行くとドツボ、信勝、明智、柴田で行ったらもうダメなんでしょうね。多分秀吉さんで行かないといけないんでしょうね。でも秀吉さんで行ったからといってまたね、やり直しで、あと秀吉さん1600年ぐらいで亡くなりますもんね。1599年ぐらいで亡くなるんでしたっけ。で、突然死じゃなくて病死だから、多分あと十何年で亡くなっちゃうので、正直ここからあと十何年で全部クリアできるとも思えないんだけどね。ひょっとするとイベントが助けてくれるかもしれないですけど、だからイベントガンガン従ってればいけるのかもしれないね。だからもうこれがで60でしょ、維新家って。いや、ほんとね、ちょっと正直参っちゃいました。もうこのシナリオ結構頑張ったんだけど、やる気起きないね。ちなみにね、こんな感じになってましたよ。私、信勝ちゃん。一応続けた信勝ちゃんがあるんですけど、これからこうなってんですけど、もうやる気起きないね。だってね、秀吉さんのね、ところの方がね、武将の粒が揃いすぎてて、もう勝てないんですよ。何やっても。
だから、あ、そうそう、だから今私が皆さんにね、あの公開してます、もうまるで島津と織田の戦いみたいな感じです。今度信勝ちゃんが今の島津みたいな感じで、まあ勢力あるんですけども、あの武将一人一人の単価では負けるっていうね、うん、でこれはまあ私がね遊びでやってる織田さん遊びでやってるんですけどね、もういきなり従属しました北条さんにね。もう従属も面白いかもしれないと思っていきなり従属しました。いやだからねこれね、信長包囲網でしょこれ、非常にショックです。というわけで、というわけで、信長の野望裏でやってるノブリンが、いやこれあわよくば皆さんにね、ほら信長強いでしょノブリンって、ノブリンめちゃくちゃ楽なんですよっていうのを見せようかなとも思ってた矢先にこんなまさか本能寺の変が太閤立志伝では本当に大きい、なかなか大変で起きなかったこの本能寺の変が、起こすつもりもなかった、こんなもんですね、糸もあっさり起きるんですね。というわけで、ちょっと途方に暮れてます、というわけで終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。